六、6銀河ステーション。そして序盤にはすぐ後ろの天気林の柱が、いつかぼんやりした三角標の形になって、しばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりして、とうとう凛と動かないようになり、濃い鋼の空の野原に立ちました。 今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原に、まっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火を一遍に化石させて空中に沈めたという具合。 また、ダイヤモンド会社で値段が安くならないために、わざと取れないふりをして隠しておいた混合石を、誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がさーっと明るくなって、序盤には思わず何べんも目をこすってしまいました。気がついてみると、さっきからごと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 、 ジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色の伝統の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中には青いビロードを張った腰掛けがまるでガラ空きで向こうのネズミ色のワニスを塗った壁には 心中の大きなボタンが二つ光っているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だかわかりたくてたまらなくなりました。 いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それは、カンパネルラだったのです。ジョバンニがカンパネルラ君は前からここにいたのと言おうと思ったとき、カンパネルラが、みんなはね、随分走ったけれども遅れてしまったよ。ザネリもね、 ずいぶん走ったけれども、追いつかなかった。と言いました。ジョバンニは、そうだ、僕たちは今一緒に誘って出かけたのだ。と思いながら、どこかで待っていようかと言いました。するとカンパネルラは、ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。 カンパネルラはなぜかそう言いながら少し顔色が青ざめてどこか苦しいという風でした。するとジョバンニもなんだかどこかに何か忘れたものがあるというようなおかしな気持ちがして黙ってしまいました。ところがカンパネルラは窓から外を覗きながらもうすっかり元気が治って勢いよく言いました。ああしまった 僕、水筒を忘れてきた。スケッチ帳も忘れてきた。けれど、構わない。もうじき白鳥の停車場だから。僕、白鳥を見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって、僕はきっと見える。そしてカンパネルラは、丸い板のようになった地図をしきりにぐるぐる回して見ていました。 全くその中に白く表された天の川の左の岸に沿って、一条の鉄道線路が南へ南へとたどっていくのでした。そしてその地図の立派なことは、夜のように真っ黒な番の上に、いちいちの停車場や三角標潜水や森が、青や橙や緑や美しい光で散りばめられてありました。 ジョバンニはなんだかその地図をどこかで見たように思いました。この地図はどこで買ったの黒曜石でできてるね。ジョバンニが言いました。銀河ステーションでもらったんだ。君、もらわなかったのああ、僕、銀河ステーションを通ったろうか。今、僕たちのいるとこ。 ここだろう序盤には白鳥と書いてある停車場の印のすぐ北を指しました。そうだ。おや、あの河原は月夜だろうか。そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に銀色の空のすすきが、 もうまるで一面風にさら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 揺られて動いて波を立てているのでした。月夜でないよ銀河だから光るんだよジョバンニは言いながらまるで跳ね上がりたいくらい愉快になって足をコツコツ鳴らし窓から顔を出して高く高く星めぐりの口笛を吹きながら一生懸命伸び上がって その天の川の水を見極めようとしましたが、はじめはどうしてもそれがはっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけてみると、そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりも透き通って、時々目の加減か、ちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら、声もなくどんどん流れていき、 野原にはあっちにもこっちにも輪行の三角標が美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく。遠いものは代々や黄色ではっきりし、近いものは青白く少しかすんで、あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形。 様々に並んで野原いっぱいに光っているのでした。ジョバンニはまるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にその綺麗な野原中の青やダ々ダイや色々輝く三角標も点でに息をつくようにチラチラ揺れたり震えたりしました。僕はもうすっかり天の野原に来た ジョバンニは言いました。それにこの汽車、石炭を炊いていないねジョバンニが左手を突き出して、窓から前の方を見ながら言いました。アルコールか、電気だろう。う。カンパネルラが言いました。するとちょうどそれに返事するように、どこか遠くの遠くのもやもやの中から、 セロのようなゴーゴーした声が聞こえてきました。ここの汽車はスチームや電気で動いていない。ただ動くように決まっているから動いているのだ。ごとごと音を立てているとそうお前たちは思っているけれども。 それは今まで音を立てる汽車にばかり慣れているためなのだ。あの声、僕、何べんもどこかで聞いた。僕だって、林の中や川で何べんも聞いた。ごと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 、その小さなきれいな汽車は、 空のすすきの風に翻る,る中を、天の川の水や三角点の青白い微光の中を、どこまでもどこまでもと走っていくのでした。ああ、林道の花が咲いている。もうすっかり秋だね。カンパネルラが窓の外を指さして言いました。 線路のヘリになった短い芝草の中に、月長石ででも刻まれたような、素晴らしい紫の林道の花が咲いていました。僕、飛び降りてあいつを取って、また飛び乗ってみせようかジョバンニは胸を躍らせて言いました。もうダメだ。あんなに後ろへ行ってしまったから。カンパネルラがそう言ってしまうかしまわないうち。 次の林道の花がいっぱいに光って過ぎていきました。と思ったら、もう次から次からたくさんの黄色な底を持った林道の花のコップが湧くように雨のように目の前を通り、三角標の列は煙るように燃えるように、いよいよ光って立ったのです。